大気汚染防止法、大気汚染防止法、大気汚染防止法、昭和43年6月10日法律第97号は、大気汚染の防止に関する法律である。工場及び事業場における、事業活動並びに建築物の解体等に伴う、売園、揮発性有機化合物及び、粉塵の排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、 並びに、自動車排出ガスにかかる許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに、大気の汚染に関して、人の健康にかかる被害が生じた場合にける事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。第一条。1962年。 昭和37年に制定の倍塩の排出の規制等に関する法律、倍塩規制法が日本で最初の大気を染防止に関する法律である。倍塩規制法は石炭の燃焼による売人の規制には効果を発揮した。しかし、規制によって社会における主要な使用燃料が石炭から石油に移行すると、硫黄酸化物の排出量が増え、対応しきれなくなってきた。 また、自動車排出ガスの規制が含まれていなかったことも大きな問題であった。そこで、1968年、昭和43年に、売園規制法を根本的に見直し、制定されたのが、大気汚染防止法である。しかし、この大気汚染防止法においても、大気汚染の改善は見られず、深刻な公害問題に発展した。そこで、 1970年、昭和45年に、いわゆる公害国会と呼ばれる第64回国会において、公害問題の早急な改善と汚染の防止を徹底するため、公害関係法令の抜本的整備が行われた。この時の大気汚染防止法の大幅な改正が現在の原型である。この改正での主な特徴は、都道府県による上野積成を設けられるようになった。 こと、違反に対して直罰を課せるようになったこと、排出規制が地域限定を廃止して全国に拡大したことなどが挙げられる。特に地方自治体の権限を強化したことは国の制度の整備に先駆けて地方自治体が行っていた公害対策に効果的な役割果たすこととなった。1972年昭和47年には水質を濁防止法とともに 無過質責任に基づく損害賠償の規定が導入された。1989年、平成元年には、粉塵のうち石綿他の人の健康にかかる被害を生ずる恐れのある物質を特定粉塵とし、これに伴い、特定粉塵を発生する施設を特定粉塵発生施設とした上で、特定粉塵の規制措置を設けた。規制は1989年から施行。 1996年、平成8年には、吹き付け石綿が使用された、建築物の解体等の作業を、特定粉塵排出等作業に指定し、これに係る規制措置を設けたほか、有害大気汚染物質に係る対策、指定物質排出施設に係る規制措置、自動車排出ガスに係る許容限度の設定対象となる自動車に、限度置き付け自転車を追加などを行うとともに、 法の目的に、一建築物の解体等に伴う粉塵の排出等を規制すること、及びに有害大気汚染物質対策の実施を推進することを追加した。特定粉塵排出等作業に関する規制は1997年から施行。2004年、平成16年には、浮遊粒子状物質、SPM 及び、 高化学オキシダンによる大気汚染の防止を図るため、揮発性有機化合物 VOC を規制するための改正が行われた、規制は2006年、平成18年から施行。2006年、平成18年には、石綿の飛散等による人の健康または生活環境に係る被害を防止するため、従前から規制対象だった石綿を飛散させる原因となる。 建築材料が使用された建築物の解体等にか、石綿を飛散させる原因となる建築材料を使用された工作物の解体等の作業についても特定粉塵排出等作業の規制対象とする改正が行われた。2010年、平成22年には一部の事業者において売円量等の測定結果の記録の改ざん等の事案が相次ぐとともに、 排出基準の継続的な不適合事案も発覚したことを受け、都道府県知事が発動する、売園排出者に対する改善命令等の要件から、被害要件、人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めることを撤廃するとともに、事業者の責務に関する規定の創設、罰則の強化に関する改正が行われた。事業者の責務に関する規定は2010年、 平成22年、その他は2011年、平成23年から施行。2013年、平成25年には、建築物等に、石綿が使用されているかどうかを事前に十分調査せず、石綿の飛散防止措置を取らなかったため、解体作業等において、石綿が飛散したと推測される事例が生まっていることや、工事の発注者が、 石綿の飛散防止措置の必要性を十分に認識せず、工事施行者に対し施行を求めること等により、工事施行者において十分な対応が取られないこと等が問題となっている点などを踏まえ、特定粉塵排出等作業の実施の届けで義務者を特定工事を施行しようとする者から特定工事の発注者、または自ら施行する者に変更するとと,ともに、 解体等工事に係る調査及び説明等、発注者の配慮として、工事費用への配慮の明確化などに関する改正が行われた。2014年、平成26年から施行。2015年、平成27年にも、水銀等の排出規制に関する改正が行われた。大気汚染防止法では、売園、揮発性有機化合物、粉塵、 有害大気汚染物質、自動車排出ガスの5種類を規制している。従って、前期以外の熱機関、例えばガスヒートポンプについては無規制であ。る。大気汚染防止法において、有害大気汚染物質は、継続的に摂取される場合には、人の健康を損なう恐れがある物質で大気の汚染の原因となるもの、第2条第13項と低濃度長期間曝露におけ、 有害性、長期毒性に着目して定められている。1996年の改正で追加された内容であり、モニタリング、公表、指定物質の排出抑制基準などが規定されている。中央環境審議会の今後の有害大気汚染物質対策のあり方について、第2次答申平成8年10月18日において、 有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質として全234物質が提示され、その後今後の有害大気汚染物質対策のあり方について第9次答申平成22年10月18日において有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質の見直しが行われ248物質が提示された。また、 その中で健康リスクがある程度高いと考えられ、特に優先的に対策に取り組むべき物質、優先取り組み物質として23物質が選定された。指定物質は、改正法不足第9項において、有害大気汚染物質のうち人の健康にかかる被害を防止するためその排出または、被災を早急に抑制しなければならないものとして、排出抑制基準が定められるものであり、 現在以下の3物質が指定されている。なお、これらの産物質については、環境基準が設定されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。